東山組一丸となり、この3日間のために一つになって頑張りました。そして無事千秋楽の宮前を迎えることができました。すべてに感謝です。この祭りが未来ある若い人たちにつながればと我々は考えています。住吉の人、吉田町の人、これからもこの住吉祭り盛り上げてまいりますので、どうぞ熱い熱い感謝、熱いご声援よろしくお願いいたします。祭りが迫ったり、今夜で最後だ。